小学校の時からずっとなんか女の子だからとか言われてきたけど、なんか女の子でも負けないなんか強い気持ちを持ちたいから、自分から何を取り組もうと思ってました。はじめはボールが多分好きで、それからサッカーの練習をするようになって、足でボールを扱えることが、まあ、嬉しくて、ちょっと得意げでチームがなくなってしまうという危機感とか、まあ、誰も女子サッカーを見てくれないんじゃないかとかいう危機感というのは、それと戦うことが当たり前の環境で育ってきたので、一人でも多くのサッカーやっててよかったなっていうふうに思ってもらえるような、スポーツ選手、女子スポーツ選手になれるようにサッカーをやってみたいなと思うのが増えてほしいなと思います。まず現役選手である以上はサッカーを大切に、サッカーと向き合って続けること、それからきっと文化になるには時間だったり、続けることを作り上げていくこと、継続していくことしかないと思うので、変わらずに地道に続けていくことかなと思います。努力を続けても結果が出ずにサッカーなんてと思う時が来るかもしれませんが、それもサッカーで、最後までサッカーはみんなのことを裏切らないと思います。私は